今回は小林一蔵の子孫を紹介します。小林一蔵は阪急電鉄、阪急百貨店、宝塚歌劇団の創始者です。誰もが一度は聞いたことがある有名な名前ばかりですね。すごい。そんな小林一蔵のひ孫は松岡修造さんです。才能ある遺伝子が引き継がれていますね。羨ましいです。きっと小林一蔵さんも松岡修造さん以上に熱い男だったんでしょうね。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。